どうもこんにちは、ヒーローオキです。今回はなんですけど、IDP vs ブリティッシュカウンシルっていうテーマで話をしてみようかなと思います。IELTS っていう英語試験自体が、オーストラリアが統括してる IDP と、イギリスが統括してるブリティッシュカウンシルっていう団体があるんですね。で、日本だと、IDP のブリティッシュ、IELTS もブリティッシュカウンシルの IELTS も両方受験可能なんですよ。だから、その上でですけど、どちらの団体で受験するべきなのかなっていう話をしたいかなと思います。何かしらの参考になさってくれればいいかなと思ってますね。IDP とブリティッシュカウンシルで、このビデオを撮ってる時点でですけど、バークレーハウスさんが、試験会場のね、撤退を表明しているので、僕はバークレーハウスさんでも IELTS 受けたことあるんですけど、そのバークレーハウスさんの話はちょっと含めずに今回は話をしたいかなと思います。東京だと、IDP で受ける場合、JSAF で受けることが可能ですね。JSAF で、それで、JSAF で受けて、で、僕自身、その受けに行った時に、服をハンガーにかけたりとかすることができて、結構お客様っていう感じですごい見てくれる感じがしましたね。俺をお客として扱ってくれてるんだこの人たちって思って、だからそれ自体は僕自身悪くはなかったですね。で、それでですね、すごくウェルカムな感じで、ありがたかったなと思いました。で、それで僕 IDP の JSAF のいいところは何かなと思ったんですけど、その受験を申し込むとですけど、ライティングアシストっていうのに受験申し込み可能なんですよ。で、今受験って一瞬言っちゃったように、で、ライティングアシストっていうのは、オーストラリアの IDP が公式で出してるそのライティングのテスト対策みたいなものですね。それが1回受験申し込むと1回分無料でついてくる。だからライティングってやっぱりその大変なんですよ、 IELTS の。で、それが無料になるっていうのは結構僕自身大きいんじゃないかなって思ってますね。その試験の準備体制がすごく IDP で申し込むと IDP の JSAF で申し込むと揃ってるのかなっていうふうに思います。で、それで僕実際ライティングアシストって5種類あるんですけど、5種類全部僕やりました。全部やって、それで一個一個全部そのね、ネイティブ添削で、返ってきましたよ。だからこれも表現変だよとか、これ文法的に正しいけど、普通こう言わない、これの方が自然ですよみたいな、そういうネイティブ添削が返ってきて、いいなっていうふうに個人的には思いましたね。で、JSAF さんで受けるとき、IDP の受験のルールなのかどうかわからないですけども、最初にガイダンスがあります。というのは、僕コンピューターでしか IELTS 受験したことないんですよね。コンピューターでしか IELTS を受験したことがなくて、で、それで、その大きなルームに、一部屋に受験者が集められて、で、モニターにコンピューターの操作方法の、説明があって、ではリスニングの場合、リーディングの場合、ライティングの場合っていう風にあって、だからそれのおかげで僕自身これすごく受験者にとってありがたいなっていう風に思いましたね。だからその JSAF の、IELTS 受験とかって結構いいかもしれないですね。おすすめできるかもしれないです。立地も結構いいですね。立地もいいっていうのは、JSAF の場合ですけど、東京、すいません、僕ね、東京でしか IELTS 受験したことないんですよ。で、JSAF の場合ですけど、高田馬場駅とかからすぐ、歩いてすぐなので、だから、本当にそういう立地の面でもいいし、だからそれでスピーキングのね、時間も指定できるし、そうですね。で、あと、だからそのね、ワンルームに集められた後、すぐ横の部屋に行って、身体検査とかがあって、身体検査って言っても空港である程度のものですけど、で、あとそれでその、スピーキングじゃなくて、受験室に移動ですね。それで、普通の IELTS と同様に、リスニング、リーディング、ライティングの順番で始まるというような感じですね。初回の IELTS を受けるときにとかだと、意外にいいかもしれないですよね。そういう意味で IDP っていう受験団体は。
だってコンピューターの操作方法のガイダンスまでちゃんとやってくれるから、うん、で一方でじゃあブリティッシュカウンシルはどうかっていう話をしたいかなと思うんですけれども、あのブリティッシュカウンシルの場合はなんだろう、そのね、まあ、IDP と違ってって言ったら変かもしれないですけど、そのコンピューターのガイダンスはないです。うん、ない。あの、もう、その、なんかね、ウェイティングエリアってあるんですよね。だから、ここで待っててくださいねっていうウェイティングエリアで待たされて、で、それで、あの、時間になったら、一人一人名前を呼び出されて、試験室に行くっていうような形をとってますね。うん。そう、僕、まあ、日本だと今、飯田橋にある、東京だとね、飯田橋にある、なんか、ブリティッシュカウンシルの、ブリティッシュカウンシルで、そう、ブリティッシュカウンシルにあるブリティッシュカウンシル。そう、ほんと、ブリティッシュカウンシルが飯田橋にあるんですよね、東京だと。うん。で、あと、そうですね、あとは、日本の英検協会がやってるもの。ですね、あの神楽坂の方にあるところかなにもう受けに行ったことがあります。うん、でそこもその神楽坂にある英検協会のものもその何だろう、ガイダンス的なもの、要はコンピューターの操作方法の説明とかはないですね。うん、でなんですけど、まあそういうことがあったりとかもうして、だからそのまあちょっとなんかコンピューターが苦手って、極端に苦手っていう人、まあこのご時世だとまあちょっと珍しいかもしれないんですけど、そんなにね難しくないから、コピー&ペーストしたりとかするぐらいじゃないですか。うんうん、所詮はって言ったら申し訳ないかもしれないけど、うん、だからそんなに難しくはないので、まあそんなガイダンスなくていいよとか、そういう人だったら別にブリティッシュカウンシルとかでもいいんじゃないかなっていうふうには個人的には思いますね。うん、そう、ブリティッシュカウンシルの管轄で受けたい場合は英検協会と、そう、ブリティッシュカウンシルのブリティッシュカウンシルですね。うんうんうん、っていう感じですかね。今ね、だからその大体東京だと3カ所で受験ができるのかな。うん、でなんですけど、ブリティッシュカウンシルも順番としてはリーディング、ライティングの順番ですね。でスピーキングはそのなんかまあね、午前受験の場合と午後受験の場合で違いますけど、まあもう時間指定も可能という形ですね。うん、コンピューターベースの場合で、なんですけど、で、どっちの方がいいのかなっていう話もしておきたいかなと思いますね。うん、なんかね、その日本人のサービス精神が出てるのは、正直 JSAF だと思います。うん。日本人のお客さんを相手にしてるんだなっていう感じをすごい出してくれてる。というのは、まあ、これ IELTS とは関係のない話ですけど、日本ってやっぱり世界で一番の本当にお客様は神様だと思ってるような国だと思うんですよね。うん。だから、その色が出てるのは僕は JSAF なんじゃないかなと思ってます。一方で、ブリティッシュカウンシルは、なんかまあ別にその僕たちを受験者をなんかひどく扱ってやろうとかそういうことはないと思うんですよね。うん、ないと思うんですけど、でもね、一方でまあなんかその特別ウェルカムっていうような雰囲気もあんまり出してない気がします。まあ別になんか要は対等な立場でしょみたいな、ちょっと異国にだから日本にいるような感じじゃない雰囲気を味わいたい人はブリティッシュカウンシルいいかもしれないですね。うん、なんかそのなんかね、あんまり日本に来てる感じがしなかったですね、僕自身ね。そうで、そうそうそう、だからそういう意味でだからブリティッシュカウンシルで受けるのもまあいいのかなっていうふうに思ったりしました。で結構これね、IELTS のだとリスニングの機材の話をしておきたいかなと思います。うん、リスニングの機材なんですけど、やっぱり試験会場によって聞き取りやすさっていうのはある違うの多少ですよ、本当に。うん、一番の点数が取れない原因っていうのは、まあ、自分の英語のリスニング能力だと思うんですよ。うん、で取れる場合でもそのリスニング能力があるからこそ取れるわけだし、点数がね、そうだから一番の根本的なリスニング能力を変えては欲しいんですけど、ただやっぱ音の音をやっぱりちゃんと聞き取れるか聞き取れないかって、やっぱり本当にね、リスニングの場合キーポイントになるじゃないですか。だからそれを踏まえてどこの会場がリスニングで聞き取りやすかったかっていう話をちょっと、まあこれは僕の主観も入るけど話をしてみたいかなと思います。ですね、リスニングで僕自身今言った3カ所でですけど聞き取りやすかった順
に言うとですけどね、語弊を恐れずに言えば一番はね、英検協会のものが一番聞き取りやすかったです。というのはイヤホンが、だからまだ試験会場自体が新しいんですよね。だからその機材とかも新しくて、なんかそのちゃんとそのノイズキャンセリングの機能がついてたわけじゃなかったですけど、すごく聞き取りやすかったです。音が、クリアだった、っていう印象はありますね。まあどこもクリアなんですよ。どの会場でもヘッドセット使わせてくれてるからすごくクリアなんだけど、その中でも一番クリアだったなと思ったのは英検協会のものでした。で2位がね JSAF だと思います。個人的にJSAF のものも結構ちゃんとしてるものですね。でそれでちゃんとしてるっていうのは、まあ機材が、でだからその JSAF でリスニングが聞き取りづらかったとかそういうことっていうのは僕自身感じたことはないですね。で3位はブリティッシュカンシルですかね。ブリティッシュカンシルも決して悪いとかそういうのはないんですよ。悪いとかそういうのはないんです。やっぱりコンピューターで受けられるっていうのはやっぱりヘッドホン使えるっていうことで、ヘッドホン使えるっていうのはそれだけ音が綺麗に聞こえるんですよ。だから別に決して平均的に見たら悪いっていうことはないんです。でもその3箇所の中では一番ちょっと微妙だったなっていうのがありました。というのはなんかイヤホンがヘッドホンがなんかね耳にサイズにサイズっていうかなんかその調節が大変なようになってて、なんかガムテープで修復してるなんかテーブルとかもあったわけですよ。でやっぱそれだとなんかその人の頭の大きさとかに合わない場合もあるかもしれないじゃないですか。分かんないけどね。だからそういう時に困っちゃうと思うんです。なのでそういうことをやっぱり起こさないためにっていうことですけど、そういうのもあるのかなっていうふうな気は正直しています。別にいいんですよ。だから基本的にそれでも僕の頭のサイズに合ってたんで、でどこのテーブルでもそうかっていうとそうでもないので、だからちょっとその機材が微妙になってるのにまだ使ってるっていうような印象は個人的にはね受けました。そう、あとスタッフの話もしておこうかな。スタッフの話、その要は試験監督官ですね。試験官、スピーキングの試験官は必ずネイティブなんですけど、試験監督官の話もしておきたいなかなと思うんですけど、試験監督官はJSAF と英検協会に関しては全員が日本人でした。僕が受けた時は、そう、全員が日本人でした。だから正直なことを言ってしまうと、別に、これは悪口では決してないですよ。JSAF の人とかは、割とその滑らかな英語を喋って、アナウンスしてました。一方で、英検協会の、初めのね、アナウンスとかは、結構日本語の訛りが強い英語でアナウンスがあった記憶があります。それはもう本当に完全に人によるなっていう印象なんですけど、で、一方で、ブリティッシュカウンシルは試験監督官を日本人とネイティブ両方の人がやってましたね。だからほんとに僕が異国情緒な感じが味わいたければって言ったように、ブリティッシュカウンシルだとその試験監督官がなんかやっぱりその外国人だったりとかして、なんかあ、ここは日本じゃないみたいっていう感じですね。そうでした。で最後にスピーキングの話もじゃあしておきたいかなっていうふうに思うんですけども、スピーキングに関してはなんですけど、語弊を恐れずに言えばオフィシャルにはですよ、どこも差はないというふうなアナウンスがされてます。だからどこのテストセンターも IDP であれブリティッシュカウンシルであれ、同じ、方針でやっているんだと、ようなアナウンスがありました。てかありましたというかありますよね。だからどこで受けても差はないはずです。でも僕自身実は IDB とブリティッシュカウンシルで受験をした場合ですけど、どっちかっていうとブリティッシュカウンシルの方がスピーキングは高く出たような気がします。僕 IELTS のスピーキングのスコア最高で 7.0
なんですけど、まあ、でも、まあ、6.5 がおおむねちゃんと取れてたのかなっていう感じがします。 6.5 を取った回数が一番多かったと思う、うん、で最高が 7.0 というスコアです、でしたね、うん、で、で一方で IDP で受けた時に、なんか、なんだろう、なんかね 5.5 とかになったことが あるんですよね、うん、だからその試験官のこれはもう裁量なんだと思うんです。その人がなんだろう、その人がですよ、そのどういう尺度で見てるのか、もちろんその同じバンドディスクリプターってあるんで、だからそれに沿って採点はしてるはずなんですけども、うんうんうん、でもそのやっぱりその試験官のによるのかなっていう気はします。例えば試験官によってはですけど、もうなんかもう次に行くよっていうような感じの人もいました。だからもう好きなだけ喋らせてあげるよっていう感じの試験官もいれば、その一方で、あ、もう次行くからねみたいな感じで、僕の喋るのをもう遮って次に行くっていうような試験官もいました。まあ遮るのがね、別にそれが悪いことだとは言わないですけど、まあ喋ってるこっちとしては、え、まだ喋りたいのにみたいな気持ちもあると思うんですね。だからそういう人にとっては、なんかまあちょっとどうなのかなっていう、まあそれはもう試験官によりますね。それは IDP であれ、ブリティッシュカウンシルであれ。ただなんか僕自身、受けてきた中で思うのは、ブリティッシュカウンシルの方が僕には、高い点数が、取れやすかったかなっていうような印象がありますね。うん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 。まあ、本当に印象論ですけど、まあね、7.0 取れたのもブリティッシュカウンシルですし、うんうんうん、ということも踏まえると、まあ、どちらで受けた方がいいのかなっていうのは結局その人次第なんじゃないかなっていう個人的には思いますね。うんうん、その人次第、うん、なんかそのなんかね、日本チックな感じだったらもうなんだろうね、まあ、IDP だったりとか英検協会で受けた方がいいんじゃないかなと思うし、なんか異国情緒を味わいたいみたいな人だったらもうね、ブリティッシュカウンシルのブリティッシュカウンシルで受けるのがいいんじゃないかなっていう印象が強いです。うん、ぜひですね、皆さんが受験する参考になればいいかなと思って今回ビデオを撮りましたので、なんか参考になさってください。はい、今回の動画は以上です。今回の動画が参考になるなと思ったらぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。